うん、こりゃ長い道のりになりそうです。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日ね、私一切まだ買ってないのにこんなにっていう感じでね、いろんなところから毛糸が自然と集まってきてしまいまして、で、まあ皆さんアマリートなので、アマリートっていうかね、そのところでいやもう編まないんだって言ってもらってきた糸なので、まあまとまりがない、もうバラバラの色でバラバラのね、玉数も全然一玉ずつとかなので、まあこれを使ってモチーフを使ってモチーフをつなげて何か作ろうっていう感じで、昨日ねそういうことにしましょうかねで終わったんですけれども、本格的に今日からちょっと計画を立てていこうかなと思います。で、どうしようかなってね、いろいろ考えて、一応モチーフなんですけど、今回スクエア、四角ですね、四角い正方形のモチーフをつなげてつなげて、これちょっとかっちりめにしたいなという希望が私の中でありまして、毛糸なんですけどもこもこしてるかなと思う、まあもこもこしててかっちりしてるタイプのバッグを作ろうかなと。で、持ち手なんですけれど、これで、これね、風呂敷パッチンミニっていう、この手芸 50% オフでね、買わせていただきました。風呂敷を、風呂敷をね、縛って、で、持ち手に、これ、その風呂敷のところを、よいしょ、持ち手にしましょう的なね、こういう感じで。風呂敷を入れて縛れば、持ち手がね、こう、待ってね。はい、これね、実は、はい、ここ、マグネットが入ってまして。で、風呂敷をそのままここから出して縛ってしまえば持ち手が作れて、しかもここ留め具ですね。留め具ですよってやつなんですけれど、まあ、私、ちょっと前から一目惚れ状態でかっこいいと思って見てたんですけど、お値段がお値段なので、なかなか手が出せずにいたやつなんですよ。まあ 50% オフと思って。これミニでして、本当はもうちょっと大きいやつあるんですよ。いや今回ミニしか安くなってなかったので、ミニだけ買ってきたんですけれど、これを使って留め具というか蓋のね、留め具をこれにして、で、パッチワーク状態で、これを、モチーフをつなげて、ものを作っていこうと思います。で、何作ろう、これをこういうバッグを使って持ち手のとこにこういうこれをねつけてパチンとここ持ち手にしてパカッと開ける、で使い終わったらこう止めるとパチンとなって持ち手持てるって感じにするかって考えてたんですけど、こう使わないで縦ですね、蓋を止める、このリュックみたいな感じで、こことここを本体に縫い付けて、こことここをこうね、下に縫い付けて、上下でパチンってして蓋開けてもいいんじゃないかなと、ちょっと思ってまして、ちょっとこれをやってみたいなという意欲が湧いてきましたので、リュック型、どうだどうだじゃないけど、リュック型を目指してみたいなという気持ちが今、ふつふつと湧いております。まあ私のことなので、どこで変更かかるか分かりません。まあ計画通りに進むことはまずない。もう断言できます。計画通りに私が進めることはまずないと思います。けれどもまあとりあえずこういう形のリュックを目指して行ってみようかなと思います。で、ちょっと形を考えるのも難しいので、今回はグラニースクエアで、このぐらいの大きさのモチーフっていう大きさを決めていこうと思います。で、それをつなげて、このぐらいのリュックができる、このぐらいのものができるっていうのを結構考えていこうかなと思うので、まずはとりあえず、はい、グラニースクエアというものを作っていきましょう。もう毎度おなじみって感じでもう何回も作ってるんですけれども、グラニースクエア、
輪から始めてもいいですし、鎖編みから始めてもいいですし、ニットリングから始めてもいいと思います。まずは、まあ、で、すべての毛糸多分5号針でいくと思います。はい、始めて1、2、3目で立ち上がって、長編みを2目。よいしょ、長編みを2目。だ、全体で長編み3目の塊として、出来上がればいいかなと思います。で、ここで鎖編み2目編んで角を作り、でまた輪の中に長編みを3目ですね。でまた鎖編みを2目で長編みを3目。この長編み3目の塊が4つできれば、四角ですね。これ3つだと三角ですね。5つだと五角形っていう感じで形が決まっていくと思います。今これ塊1、2、3つできたので、あと1つですね、鎖編み2目して、で長編みを、はい、3つ、で5号針で編んだ方がある程度みちっと編めるんじゃないかなと。で鎖編みを2目したところでですね、輪を縮めていきます。で3目目、で引き抜き編みして、これで真ん中が決まりました。で色をどんどん変えていきたいの で次何色にしようかなですね。色がわーっと氾濫している状態でございます。でこの鎖2目のところにですね、針入れまして、新しい糸つけまして、で同じですね、鎖編み3目で立ち上がって、長編みを2目、この鎖編み2目のところに長編みを3目入るっていう形ですね。でそのまま次こっち隣の鎖2目の方に、はい、長編みを3目で、この時に端の糸全部編みくるんでいけば糸の始末もそんなにかからないと思います。で鎖編み2目編んで、はい、同じ今度同じですねところにまた長編みを3目編みます。これで角ができます。またこの隣の鎖編み2目のところに長編みを3目で、これをやることによって、このねグラニースクエアは目が数えやすいのでつなげやすいっていうのがありますね。1、2、最後ですね、一番最初の鎖編み2目のとこに戻ってきまして、長編みを3目編んで、で鎖編み2目編んで、で立ち上がり1、2、3目目のところで引き抜き編みして、これで2段目が完了。さあこれをどのぐらいの大きさにしましょうかってことで、4段ぐらいで1つの大きさにすればいいかな。よいしょ。じゃあ次何色？次何色にしようかな。こうやってね、好きな感じで、その時の気分で何にしようかなを決めていこうかなと思います。よいしょ。同じですね。もう編み方は一緒です。ただ、どんどん一辺の長さが長くなっていきますので、今、鎖編み3目で立ち上がって長編み2目編んで、で隣、次はですね、この下段の長編み3目と長編み3目の塊の真ん中ですね、ちょうど空いたところに、はい、長編み3目入れていきますと。そうやって一辺辺がね長くなっていく。よいしょ。で次終わった次角っこの鎖2目のところに来て、で長編み3目で鎖編み2目して長編み3目で、また次この鎖編み、長編み3目と長編み3目の塊の間によいしょ長編みを3目、これをちょっとやってきますか。このねグラニースクエアを合わせるのに小さいこのモチーフをたくさん作って、細かい、要するに模様が細かくなるのか、大きい四角をどん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 ってつなげていくのか、
でまた雰囲気変わってくるのでどうしようかなですね。あんまり大きいと1枚作るだけでも疲れてしまうし、かといって細かすぎると量を編まなきゃいけないので、それはそれで疲れてしまうし、まあ悩むところではありますね。無理なく編めてそこそこ見栄えはするようにと思うと、どのぐらいの大きさなんだろうと。それだとまだちっちゃい気がするんだよな。 1,2,3,4段ぐらいは欲しいかな。4段目でちょっと様子見ますかね。4段目か5段目、4段か5段あれば そこの大きさになるんじゃないかな。 でまた4段目行くときに、また今度鎖編み2目のところから次この塊と塊の間、ここですね、長編みを3目、次の塊と塊の間に長編みを3目、結構ね穴いっぱい開くので、グラニースクエア内布が必要かなとも思うんですけれど、内布つけたくないんだよな、ね、いろ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 思うところもございます。4段ぐらいはいるかな。そうですね、4段ぐらいはいるかな。ただ4段ぐらいだったら、頑張って編もうかなって気になるかな。でこれを結局こうつなげて、1個でどのぐらいの大きさなんだろう。8.5センチぐらい、2個で17センチ、4個で34センチぐらい、結構な大きさだな。縦ならいいか、縦34、横はこれ3つだと25ぐらい、 3×4 って感じかね。1、2、大体3でこのぐらいですね。この紙の横ぐらい、深さこのぐらいになるから、いい感じな大きさにはなりそうです。これでいきましょうか。じゃあこれで4段決定しましょう。はい、グラニースクエア4段、これをいっぱい作ろう。だからこれ 3×4 がこの1面ですね。 3×4 1面、そこどうする？全然考えてなかった。そこはこれである必要ないんだよな。後回しはい。後回しにします。とりあえずこれで1面 3×4 なので12個で1面できるって感じかな。これで12で、表と裏で12で、横どうするのか底どうするのかですね。ここはまあ後回しなので、とりあえず24枚ないと、まず本体ラチが開きません。蓋の部分はまたおいおい考えるとして、まずはこの、24枚必要なんですよ。最低でも24枚必要なので、まずこれを地味に作っていきましょう。ここら辺にある毛糸で24枚まで出来上がればいいかなと思うんですけど、ちょっと糸がどのぐらい持つかもわからないので、まずは本体を作ろうということで、めっちゃ可愛いんですけど、もらった糸のね色味が素敵で可愛い、可愛いよ。じゃあこれで24枚目指して、最終的にはこれに近くなるようにですね、これがこう作って感じかな。こういっぱいある、こうここにねついて、で蓋って言ってこうしたらいいかなと思います。はい、まずはこれを目指していこうという、今日は計画です、計画編でございます。というか、あとは地道にやるのみでございます。もう本当にね、無言で編んでいくしかないのでね、映像的にどうなのよっていう状態になりますんで、はい、これはね、またぼちぼちと、これもまたぼちぼちとやっていきたいかなと思います。先にいっぱいやらなきゃいけないことがあるので、まあそっち、これはまたあまり急いでないので、
何でしょう、余り糸でもないな、せっかくもらった糸なので、で素敵にできたら持ち主に返そうかなと、いただくれた人に返そうかなという気もあります。はい、というわけで本日はこんな感じで終わろうかなと思います。それではまた明日、明日また別のことをやっていきます。じゃっ。